できません。恐ろしい夜からやってきてしまいました。やってきたか。皆様下を向いてください。それでは人狼さん、できません。恐ろしい夜からやってきてしまいました。皆様下を向いてください。それでは人狼さん顔を開けてください。どなたを食べますか。はい、次、占い師さん、顔を上げてください。どなたを占いますか？はい、それでは、騎士さん、顔を上げてください。どなたを守りますか？はい、次、霊媒師さん、昼間殺された人は、はい、顔を上げてください。おはようございます。おはようございます。暑いね。昨晩も一人殺されてしまいました。皆さんだよね。そう、以上です。あれ、私が…おじゃ、それでは話し合いをスタートしてください。3分です。はい、ということで、あいつが騎士だったってこと？まあ、それは分からないんですが、多分そうだと思います。そして私は占い師なので、昨日見た人、宣言通り、残った者を記憶に見ました。市民でした。そうなんですよね。市民でした。何か遺言持ってますか？何か。あ、もう遺言で。遺言で。お疲れ様でした。お疲れ様。いやいや。いる？まだ。ちょっと、あと何分？あと2分あります。2分ある。2分。いやいやいや。粘る。ちょっと分かんない。ペミさんがしてもらっても構いません。粘る。ここまで来て粘る。辛い。いや、もう全然、さっきの俺の、逆襲パターン。逆襲パターン。粘れ。いいですよ。粘れって、粘れって言ってる。外から粘れって。しかも、あれ、どこ通るの？笑いを半分こう、こらえて。今回分かんなかったな。分かんなかった。人狼きついな、これ。ずっと市民が分かってる。人狼に有利なもの何にも入ってないでしょ。なんかあれ、毛深く切り落としたとかあるんですか？毛深く可能性…追います？可能性やおってもいいですよ。ないな。ないな。ないよ。ないな。ここまで生き残れたら、ここから褒めて。まあ、逆に。ピピピピ。ないな。まあ、ないな。意識と玉様がどっちも人狼で被っちゃって、初日噛まれた奥さんが占い師で言えなかったくらいのパターンしかないですね、多分。まあそれはないでしょう。実はね、実はそれぐらいしかないかな。これだけだとやっぱり人狼きつい。今の夜俺が被られてたら。変わんない、結果は変わんない。両方個人の不利。一人になった瞬間めっちゃ不利。人狼。もう一枚なんかあった方がいいかもしれない。今ので次の反省点っていうの。今のでサマサマでも次でもうバレるもんね、俺。もう。どの道。まあまあっていう話ですよね。人狼が増えてる。疲れた。ちょっとね。
頑張ったろ。したら頑張ったろ、なんだっけ、よ、よしき、もうピピピでいいんじゃないか。やっぱり人狼だったそう、わからないでしょはい、それでは話し合い終了になります。お疲れ、さっき殺されたのか、どこだっけ。いいよ、そんな形式通りやんなくていいよ。タマさんお願いします。はい、タマさんお願いします。指立てている？そんな形式通りやる？やるやるやる。ゆこさんお願いします。もう出てる。ちやさんお願いします。タマも出てる。それではお願いします。お疲れ。はい、この時点で人狼2人ともいなくなりましたので、新人の勝利です。チュウ、騎士だってあのさ、遺言でさ、もう守りませんって言った時にさ、私じゃなくタマ様殺してればさ、まだ光が、まだ光あったよ。でも無理だって、いるもん、頑張れる。いやでもゆこさん、いつでも俺疑うからね。いやなんかそこも掴めれば、掴めれば分かんない。噛んでたら多分まだ分かんなかった。だってチュウヤのノーマークだったからさ、うん、多分ゆうこさん次私疑ってたもん。ゆうこさんはタマ様から人間って言われてるから。あー、うん、あーそうかそうか、うん、だからもう白確定でさ、まあ俺ノーマークだったかもだけど、それでもって考えてももう無理だよ。もう無理だからちょっとこの野郎と思って飛ばした。これちょっと人狼振りすぎね。めっちゃ振り、人狼側ちょっと振りだもん。というか1日目当たりすぎ人狼。そこで2人残ってればまだあれだけど、そこが触れれば、多分そこが残ればきっとゲーム性変わってくるんだと思うんですけど、大体1日目に人狼を毎回殺しちゃうからどうしてもゲーム成り立たない。そうだね、うまいんだな。先にもう1人入ってもいいんじゃない。いや、いいと思いました。市民やっぱ裏切り者一人にやっちゃってもいいかも。それ一回やってみて。すごい引き。すごい。いや、すごい引きだし、毎回一回目に死にやがる。すごい。毎回出たる。人狼だいぶ辛い。毎回出るからじゃない、全部に。はい。毎回何かに出てるから疑われてる。アクティブな、アクティブな人狼だから。攻めの人狼。なんかほら、ちょっと見てさ、チュウも手あげるとか、わずかに遅れながら、そうそう、若干、でも気づかないぐらいのなんかすごい瞬発力、ピッてやるだけ、ピッて、うん、そうやって、で、成功した時に限ってこういうとこにぶつけんなってあらーってなんでもない。さあ、それでは今回の人狼大会終了してもよろしいでしょうか、うん、ちょっとなんかエキシビジョンやりたいな。まずはじゃあ一旦ここで、はい、終了となります。お疲れ様でした。何か遺言で遺言で